小学生の頃、近所に小沢くんというクラスメイトがいた。彼とは幼稚園からの中で、親友と呼べる存在であり、思い返してみれば喧嘩もしたことがないほどに仲が良かった。そんな小沢くんが消えたのは今から25年ほど前のこと。もう25年も経つのか。当時小学校4年生だった僕らが、不可解かつ理不尽に引き裂かれたのは。その日、僕らはいつもと同じように下校していた。夏休み前ということもあり、何をしようとか宿題を一緒にやろうとかどこへ行こうとか、そんな他愛のない話をしていたのを覚えている。ふと、背後に人の気配を感じた。振り返ると数十メートル後ろにやつれた男の姿が見えた。小学校裏手の山は人は愚か、車もほとんど通らない道である。痴漢や変質者が出るとの話から、学校からは通学路として使用を禁止されていた道なのだが、ここを抜けると家まで近いことから小沢くんとよく通っていた。後ろに変な人がいる。気づくと背後に20代前半から半ばくらいだろうか、痛く貧相な風貌は不老者一歩手前といった男の姿があった。男はこちらに視線を向けたまま、足早に距離を詰めてくる。うわぁ。小沢くんは男を見るや急に叫び出し、そして走り出した。僕はあっけに取られながらも男が迫ってきているものだと思い身構えた。しかし、男は淡々と歩いてくるだけではないか。小沢くん待ってよ。なぜ小沢くんが急に怯えたのかはわからない。小沢くんの怯えた様子に僕も怖くなり後を追いかけた。もしかして、小沢くんはあの男と何かあったのかもしれない。小沢くんの変貌ぶりに僕はそんなことを思っていた。何せこの道は学校から通行を禁止されているような道だ。あの男が変質者の類であっても不思議ではない。そんなことを思いながら緩い坂道を駆け上がっていると、背後から迫る足音が聞こえた。男が走り出したのだ。僕はその足音に恐怖した。振り返ると男は無表情でこちらに向かってくる。思わず悲鳴を上げた。男は僕のすぐ後ろまで迫ってきている、気配でわかった。ダメだ、捕まる。そう思ったものの、男は僕の横を追い越していくとまっすぐ小沢くんに向かっていく。追い越された僕は走るのをやめてその場で立ち止まった。すぐ先では小沢くんが男に捕まっていた。やめて、やめて、助けて。泣き叫ぶ小沢くんのランドセルを男は掴んでいる。僕はその光景をただ眺めながら、はっと助けを求めなければと大声を出した。誰か、誰か助けてください。助けを求め叫ぶが、この辺りに民家は愚か人の気配すらない。小沢くんは地べたに這いつくばり必死に抵抗していた。いやだいやだ行きたくない、行きたくないよ。男は小沢くんを無理やり引きずり起こすと、腕をつかみそのまま茂みに消えていった。泣き叫ぶ小沢くんの声が徐々に小さくなっていく。僕は何もできずそこに佇んでいたが、気がつけば小沢くんの声は聞こえなくなっていた。小沢くんを助けなきゃ。呆然としばらく立ち尽くしていたが、思い立った僕は近くに落ちていた木の枝を拾うと、小沢くんが連れて行かれた茂みに飛び込んだ。踏みしめられて倒れた草が道をなしていたことから、後を追うのは容易だった。この時ばかりは恐怖よりも助けなきゃいけないという正義感が先走って、一心不乱に後を追った。30メートルも進むと少し開けた場所に出た。そこに小沢くんのランドセルが落ちていた。周囲を探すが小沢くんの姿はない。あの男の姿もなかった。僕は必死に探したが、結局彼らを見つけることはできなかった。ひとまずランドセルを抱え、小沢くんの家に向かった。インターホンを鳴らすと小沢くんのお母さんが出てくる。はい、どちら様？あら、田中くん。どうかしたの？小沢くんのお母さん大変だよ。小沢くんが誘拐された。僕の一言におばさんの表情が変わる。どういうこと？だから、変な男に小沢くんが捕まって。取り乱した僕をなだめながらおばさんが言った。田中くん、うちには男の子はいないわよ。え？その一言に僕は次の言葉が出てこない。口をパクパクさせながら抱えているランドセルをおばさんに渡した。このランドセルどこで拾ったの？確かにうちと同じ小沢って名札があるけど、うちのものじゃないわ。そんなはずはないよ。だって小沢くんはここの。おばさんは困惑しながら。田中くん、大丈夫？お母さん呼んでくるから待ってて。すぐ斜め前の僕の家に向かっておばさんが駆け出した。おばさんがインターホンを鳴らすと母が出てきた。
玄関前で母とおばさんがしばし話をする。その後、二人揃って僕の元へと戻ってきた。僕は先ほどあった出来事を、母に包み隠さず話した。しかし、母もおばさん同様小沢くんを知らないという。小沢くんの母親でさえ、うちには男の子はいない。と何度も存在を否定した。それじゃ先ほどまで一緒だった小沢くんは誰だったのか。母とおばさんは僕が誘拐現場を目撃して激しく錯乱しているのだろうと、そのように結論付けているようであった。そして母が警察を呼ぶため一度自宅に戻る。10分ほどして母は自宅から出てきて、僕とおばさんに警察を呼んだことを伝えた。それから間もなくするとパトカーがやってきた。降りてきた二人の警察官に僕が見たことをありのままに伝えた。それと誘拐された小沢くんのことをおばさんも母も知らないと言ったことも伝えた。警察官は母とおばさんに小沢くんについて質問をする。しかし、帰ってきた答えは二人とも、そんな子は知らない、だった。警察官も同様に、僕が誘拐現場を目撃したことで錯乱している、と結論付けているようであった。ひとまず誘拐があった事実確認をすべく、母と共に小沢くんの誘拐現場に行くことにした。パトカーの後部座席に乗せられ現場へと向かった。現場に着いた僕は坂の下から男が追いかけてきたことから説明を始めた。そして一部始終を説明しながら茂みやその先の場所に向かった。警察官は僕の言葉を半信半疑ながら現場検証を行っていたが、人が争った形跡があることから捜索を行うことを僕らに伝えた。そして、僕らは後から来たパトカーで自宅に送り届けられた。次の日、玄関を開けるといつもであれば斜め向かいに立っている小沢くんの姿は当然なく、僕は一人で登校した。クラスに入ると昨日の出来事が伝わっているようで、僕は誘拐犯を目撃した男になっていた。一躍注目の的になった僕は、周囲からその時のことを事細かに聞かれる。質問攻めに遭う中で、小沢くんの話をすると。そいつ誰？そんなクラスメイト知らない。と誰もが口を揃えて言った。その反応を見て僕は廊下側の前から3番目の席の小沢くんだよとみんなに言うが、やはりここでも小沢くんの存在はないものとして扱われていた。小沢くんの存在に固執するあまり、僕は誘拐事件をでっち上げた嘘つき呼ばわりされることになるのであった。長続きはしなかったけれど。それもそのはず、クラスに掲示された学級新聞や習字の展示物、遠足の風景写真からも小沢くんは消えていたからだ。家にあった僕と小沢くんを写した写真からも綺麗に小沢くんだけが消えていた。ここまで来ると子供心ながらに、本当に存在しなかったと思わざるを得なくなっていくのは自然なことだろう。そうして月日は流れ、中学校高校大学と進むにつれて、いつしか僕の記憶からも小沢くんの存在は消えていた。なんせどこにも彼の名前はないし、誰からも彼の名前は出てくることはない。だが、成人式の時の同窓会で、僕は久々に小沢くんの存在を思い出すことになる。小学校の話になった時、僕が誘拐事件をでっち上げたという話で盛り上がった。邪化された僕はその会話の中で、彼の存在を思い出した。しかし、相変わらず同級生の誰もが彼の名前を口にすることはなかった。同窓会の後、僕は今一度小沢くんについて考えてみた。彼と過ごした日々を思い返してみるが、それすら作られた記憶なのではと疑いたくなる。幾重にも記憶をたどり、思考を重ねた結果。小沢くんは僕の空想の友人、イマジナリーフレンドだった。僕はそう結論付けた。それから数年後、日本を震撼させた東日本大震災が起きた。巨大地震に津波被害、原発問題と日本を襲った未曾有の被害に、僕は何かできないかとボランティアとして被災地に入ることを決意、被災地の片付けを中心に僕は微力ながら尽力した。そうしてボランティアとして被災地入りして1週間経ったある日のこと。その日僕は炊き出し担当として、被災した方々に豚汁を振る舞っていた。長い行列を作る一人一人に声をかけながら、出来たての温かい豚汁を手渡していた時だった。不意に一人の男に目が止まった。被災者の中でもひときわみすぼらしいその男にどこか見覚えがあったからだ。そしてその男が僕の前に立った時、確信した。小沢くんを連れ去ったあの時の男だ。豚汁手に持ったまま僕は固まった。間違いない、
あの時僕の目の前で小沢くんを連れ去ったあの男が目の前にいる。男はややうつむいた顔を上げると僕と目が合った。そして男も固まった。この間、ほんの数秒だったと思う。周りの音も聞こえなくなるような静寂に包まれた感覚が訪れた。ああ。男は僕を見つめ言葉にならない声を漏らす。その表情は今にも泣き出しそうだった。田中くん。ろれつの回らないその一言を聞いた瞬間、なぜか唐突に僕は理解した。この男は、小沢くんだと。ほら、早く渡してあげて。他の係に催促され、僕は我に返った。豚汁をゆっくりと差し出すと、男は両手で包み込むようにそれを受け取った。小沢くん。豚汁を手渡しながら、僕は思わずそう声をかけていた。受け取った男の手が大きく震えた。豚汁がこぼれるくらいに大きく震え始めた。そしてまっすぐに僕を見据える男の目からは大粒の涙が流れていた。後ろに並ぶ人から早く進むよう促されて小沢くんはゆっくりと先に進んだ。むせび泣きながら何度も何度も僕を振り返り、小沢くんは列に押されるように人混みに消えていった。さっきの人、知り合い？他の係の問いに、多分、とだけ答えた。炊き出しが一段落した後、僕は小沢くんを探した。必死に探した。時間の許す限り、僕は本当に必死になって小沢くんを探したんだ。でも、小沢くんを見つけることはできなかった。あれから十数年経った。一度は忘れかけた小沢くんをふと思い出すことがある。被災地で再会した時、なぜ彼は僕のことがわかり、僕もまた彼を小沢くんだとわかったのだろうか。小学生時代の彼を誘拐したのは、紛れもなく大人になった小沢くん本人だという不可解な一連の出来事にも僕の理解が及ばない。小沢くんの存在が急に消えた原因もわからないし、なぜ僕だけが彼のことを覚えているのかもわからない。彼があれからどんな人生を送ってきたのかもわからない。わからないことだらけの中で、ただ一つ確かなことがあるとすれば、小沢くんは間違いなく存在していたということだ。僕だけが彼の存在を覚えていた。だからこそ、もう一度僕は小沢くんに会いたい。